とジェヌイン代表の倉田和馬です。ジェヌイン のスタイリストの加護です。なんか多分今、うん、セルフブランディングできない美容師さんって多分生きていくの結構きつくない？なんかそれができた当たり前的な風潮がやっぱね今ありますね、うん、なんか若い子とか美容学生でも意識してるのは、はい、なんか人と圧倒的に違うとかじゃなくて、はい、なんか心地よい違いじゃないけど、なんか圧倒的に違いすぎると多分受け入れられない。そうですね。2、3年前かな、インスタちょっとやろうってなって、でスタイルとかばっかり上げてたんで、うん、癖強すぎて全然伸びなかったんですね。そう、集客にはならないよね。そう、全然でしたね、うん、自分から声かけてきてもらってとかもしてたし、ね、そしたらインスタ作ってみないもんね。そうなんです、ね、声かけてたので。最近っすね、ちょっとずつ。ちょっと最近バズり始めてきた。あ、そうなんです、ね、最近バズり始めて言われたんすよ言われたんすよ、言うこと聞いてって。そう、強すぎみたいなでもそれはいいと思うんやけどみたいな、やり方があるからって言われて、でそれを教えてもらって、で実際やるようにしたんすよ。でそしたら、まあ、徐々に感じます。なんかそのいいねとか保存数とか、まあ、フォロワーが増える投稿とか結構いろいろ種類ある、うん、じゃん。集客できる投稿って意外といいねとか保存とか伸びなかったりとか、なんかむしろ投稿とかじゃなくてストーリーとかでそれを見てきてくれるみたいな、うん、でもいいねとか、ね、保存数とか、まあ、なんか意識し始めるとさ、キリないしさ、大事な数字そこじゃないじゃん。確かに。ぶっちゃけどれくらいお客さんが集まるかだから、ね、そこに終点を置いていくのが大事だよ ね。ちょうどそのコロナどうのこうのの期間でインスタ力入れないみたいな話してて、うん、で僕は相変わらずやってたんですよ、いつも通り。でもガザ君はもうどんどんいろいろ試すから、でその中でなんか見て、あこれがいいみたいな、あれがいいみたいな、うん、で多分ちょっと似てるんですよね、ジェヌインの中では。確かに伝えるとこがね、フォロワーによってやっぱ全然違うから、うん、例えばなんか、まあ、全然違うタイプの美容師さんに、まあ、なんかこうやった方がいいよって言ってアドバイスして、うん、結果出すみたいな、そういう自信はないけど、うん、スタイルとかで推してる人とかはなんかこうしたらいいよみたいな感じ言ったら多分伸びるかなって、うん、でもなんか伸びるのはハウトゥー系っていうか、そのカラーの調合とか、美容師さんも見るし、そうお客さんの信用も上がるみたいな、上がるし、でも最近はもうあえてそういうのやらないようにして。あ、なんでなんですか。え、大変だから大変ですねなんかまとめ系のやつってやっぱ伸びるけど、伸びるし集客もできるけど、なんかそれに見合った結果っていうか、うん、結局今お客さんとかも断ることが多いから、うん、なんか変に集客とかしても、あの逆に迷惑かけるだけ。とにかくガンガン来てほしかったから、ね、ガンガンやってた感じで。そうそう、今もう落ち着いてきて、むしろ川久保とかその、まあ、ジェヌインのスタッフとかのどう上げるかみたいな。でもやっぱさ、あれだよね、そもそもいいもの作ってないとさ、いやでもそれはある、なんかまあ自分で何か言うのあれそれはでもそうなんちゃうかなって思うんですよね。載せるやつとか写真とか、なんかいい商品できたらあとは見せ方、それはマジでそうですね。でその伝え方とか、まあ、なんか結構職人系じゃん美容師さんって。そうです。だから見せ方分かんない人多いっていうか、うま、ん、くてもパッて見て、うわすごいいいスタイル作ってるなと思ってても全然伸びてない人とか結構いるんですよ。結構いるよね。なんで伸びないんだろうっていう。いやそうなんですよね。別にインスタでこだわらなくても全然いいと思うし、はい、むしろ紹介だけでお客さん来る人はそんな他インスタやんなくていいと思うし。でもなんか今もうほぼ全員やってるからさ、うん、やってないともういないみたいな感じ。いやそうなんですよねもう見かけないしどうしてんのやろうみたいな、ね、ほぼインスタでチェックできるから、そうだからインスタで目立つやつがなんかすごいやつみたいな感じになってるのもなんかちょっと違うから。確かにフォロワーの数で結構見られたりします。この質すげーとかになる。そうですね。でも本当にすごいって思わなきゃいけない部分って多分、ね、違うところにあるから。いやそれめっちゃ難しいですね。僕なんか好きだもん、ね、好きでやってるもんね、はい、そうですね。やりたいことをとりあえずやってるみたいな感じですねいや
生野生いやだからそれこそないからその僕なんかコンテストとかもあんま出たことないんですよ。もともと通信やったんで、うん、そういう機会もなかったから今年はなんかその大会とかプロのビジョンとかそうもうなんかそのそれこそめっちゃ近日なんですけど初撮影なんですけど僕組んでくれはって枠のそう枠をもう枠を僕にくれはってもう急やって1週間とかしかないモデル探さないみたいな、まあ、まだ探してる途中なんですけど早く見つけないだんだんそういうのはやっていきたいなっていうのはありますね。まだなんか好きなことをとりあえずやりまくったみたいな感じなんですけどそれの延長でしたことないことをやっていける年にしたいですね。もともと働いてた美容室があってその京都で3年ぐらい働いてたんですけど15歳かもう若くて15歳から3年ぐらい働いてでそこの美容室の人がなんかめっちゃ昔ながらやって、うん、京都で働いてた時なんかもうお前はもう人の技術見て学べみたいなもう練習とか見てくれないんですよその人言われて見ててでもなんかあんましっくりこうへんくてそれを学校の先生に相談した時に佐藤の先生が来るから見に来たらみたいな言われてでそれ見に行った時になんかもう衝撃的やってこうやって引き出したらこんな風に引けるんやみたいななんかもう衝撃すぎてその作ったスタイル覚えてないんですけど写真って衝撃的いや衝撃的でしたねこれでこんなんできんのみたいなもうすごいんですよとりあえず新しくて全部でもうすぐ行きたいってなって言ったらその先生に枠空いてなかったんでじゃあもうちょっととりあえずまだいつになるか分からへんからって言われてまあ恩もあったんでもう1年働いたんですよスタイリストとして京都でやっと行けるってなって行ったら和真くんがいてみたいなたまたまそのタイミングで出会ったんですけど挑戦っていうかやりたいってなったしやったって感じですけどそれ挑戦じゃない挑戦なんかなでもほとんどそれが多いですねたまたま時期一緒だったんですよ家近かったんですよ家めっちゃ近かったっす同じエリアに住んでてもう徒歩5分ぐらいで会えるんですよしょっちゅう行ってたっすなんかいたね、はい、行った時に一番うまいって思ったからその家近かったしなんか家行って家で教えてもらったりとかしてたっすね学生だったねそう学生やったっすね若かったっす最初の美容室結構早めに辞めてちょっと合わないと思ってその結構早めのめちゃめちゃ早いですよ1週間ぐらい1週間ぐらいもうすぐ分かったんですねそのもう当てもないから知識もないし当てもないしみたいな美容室探すのとかも何を基準にしたらいいか分かんないからもうとりあえず早くデビューできるとこみたいな、うん、で業務委託のとこ行ってみたいなでそこですぐデビューしてそうなると全部挑戦かもね。そうですね。全部挑戦かも。とりあえずやってみないと分かんないから。間違いないです。とりあえず全部やってみて、で結局そのジェヌインとかもとりあえずやってみてから軌道修正みたいな結構多いから挑戦。挑戦ですかね。でも面白いですけどね。なんか楽しいですよね。全部やったことない。全部やったことない。手探りやけどみたいな。しれっとやってるみたいな。何も知識はないけど。とりあえずもうやってみてカットとかからは大体予想はつくけどデザインとかってもう本当に新しいことをやっていかないとどんどん何だろう、うん、腐っていくっていうか、うん、そのデザイン自体がなんか面白くもない気がするす面白くもないし、まあ、安定と挑戦のバランスじゃないけど そ, うです、ね、そこがどこにあるんだろうみたいな難しいですけど安定したいけどやっぱ安定しちゃうとそこ止まっちゃうから そ, う、ね、そ, うそれはそれで怖いし逆にその挑戦って結構苦しいからそうっすなんかそれなんかね兼ね合いみたいな、ね、そう60代までやりたくないみたいなって考えるともうちっちゃいけどむずいよね難しいです普通にサロンワークしたら慣れちゃうし、うん、で慣れようと思ったら結構簡単に慣れちゃうけど、うん、でもそこであえて緊張感持ってやるって結構、うん、それはそれで挑戦そうですね慣れすぎるとあれそういつも結構ギリギリでやってるし全部そうですねでもやってみたら意外といけちゃったりとか、まあ、やってからもううまくいかせるしかないしかなくすみたいな余裕が出てきたなと思ったらまた別の新しいことやりたくなるから結局きつくなるみたいなずっとそれみたいなそのエンドレスでこのジェネリーのコンセプトとしていい伝統は残してあんま良くないなって伝統は引き継がないみたいなないものは新しく作ろうみたいな感じのコンセプトがあるんですけど
なんか例えばなんですけど、僕代表なんで会社の環境とか決められるじゃないですか、まあ、いわゆる社畜みたいな感じのなんだろうスタッフとかあんま作りたくないっていうか、うん、分かる、なんか会社に尽くしますみたいな感じがすごい嫌で、なんか僕自身その勤めたりしてて結局根本にあるのは自分の人生を楽しいものにしたいとか、うん、そういう感じだから、うん、なんだろう、僕の夢のために他の人の人生はあんま無駄にしたくないっていうか、なんだろう、一緒にやっていく仲間もなんかそれぞれやりたいことがやっぱあるから、うん、なんかそこはどこにあるんだろうっていう感じで、うん、まあ、ジェネンってその割かし結構自由で、その、まあ、逆に自由だからこそ自主性とか自創力とか、なんかその自分で考えて自分で行動する力がすごい大事になるんだけど、うん、まあ、なんかまあ、それだけだとフリーランスみたいな感じだから、こうやってなんかみんなで集まって話す環境とかあったりとか、うん、意見交換じゃないけどそういうのは結構頻繁にできるから、多分ここら辺で一番自由なサロンになってる。いやー、うん、てかここら辺ってかかなりじゃない？かなり自由だし、かなりの範囲。ナチュラル。ナチュラルですね。なんかできるだけ自然で、なんか自由、自由って言ったらあれなんですけど。休みの日瞑想とかするらしい。川で一日使うんですかね。確かにマジで晴れてる日やったら川とか行って一日、ね、今日とかね、はい、暖かいし、暖かいし今日とか休みだったら行ってるっすね。ナチュラルはめっちゃ意識してるかもしれない、自然体みたいなとこはあるかもしれないですね。自分の中で正しいって思うことをなんかこうすごい自然にやりたい感じはあるっすね。でもやっぱよく自然でこんなん出来上がって、確かに髪の毛とかスタイルとかお客さんにもですけど、できるだけなんか好きなようにしたらいいんやでっていうのを届けたい。みんな髪の毛を通してなんか自由を届けたいですね。自由を届けたい。自由を、例えばあるじゃないですか、高速とかで髪しゃあかんでみたいな。関係ない人しか来ないもん。いや関係ない人しか来ないんですけど、でもなんかできればそういうのをちょっとずつ、僕はもう自由、本当に自由にしたらいいと思うんですよ。例えばその髪染めて柄が悪いから良くないみたいな言うと思うんですけど、小中高、まあ、何を根拠にだよね。いやそうなんですよね。別に全員が全員好きなように自分のファッションとか髪とかしたいことをまあやれれば別に問題ないんじゃないか。柄悪いとか何かその柄悪い前だけなんかちょっとおかしい、あ、まあ、そうなんですよ。前だけなんかちょっとおかしいぞみたいなとかもなくなるし、みんな別に好きなことをやったらいいのにってめっちゃ思うんで、神を通してそういうなんか自由な感じを世の中に広げられたらいいなみたいなのはちょっとあるっす、ね。日本だとなおさらで、なおさらっすね、同調圧力みたいな。そうそう、会社員の人とかも結構そんな目立った髪できへんとか、なんか好きな服で仕事行けへんとかあるじゃないですか。最近ちょっとそういうのでも行けるとこ増えたと思うんですけど、行けたとしてもさ雰囲気的にできないみたいな。いやね、ちょっとずつ変わってる気がするね。ちょっとずつ変わってる気がしますね、はい、なんでこのまま それを変える先頭というか、みんな変わろうやみたいなやっていきたいですけど、おじいちゃんなんてその時、はい、あんま後悔ない小さいっていうか、めっちゃ小さいっていうか、いや、ね、もうそれって意外とむずいのかな。ハークの夢は夢っすか。島欲しい、島欲しい、国作りたいんですよね。